い、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。本日あいにくの雨、なんで、ちょっと今日はね競馬場にも行かずに、家にこもっております。こんな日はね馬券買っても当たらないんですよ多分。まあ案の定ね、ほんとちょっとしか今日使わなかったんですけど、まあ競馬杯リサイステックスもファンタジーステックスもありましたよね。まあ、僕も人気薄からちょっと買ったんです。人気薄っていうか、まあその来るかなと思った、人気のない馬から買ったんですけどもね、やっぱ外からの追い込みっていうのが効かなく、結果はね振るわなかったのでね、まあこれがね明日日曜日どう響くかはちょっと分かりませんけども、まあこのまま雨は降ることはないと思うのでね、日曜日はねもうちょっと馬場は良くなるのかなと思ってるので、そこはちょっと期待したいかなと思っております。で、まあ、先週ね天皇賞コテンパンにやられてしまったので、もう予算ありません。まあとりあえずね、予想はしっかりして、皆さんにね馬券の参考になればいいなと思って、今回動画撮っております。よろしくお願いいたします。ということで、ね、今回はねアルゼンチン共和国会のね本命と改名、そして、ファンタジーステークスの本命だけ発表したいと思います。はい、あとはね今日土曜日の夜中には、ね、日曜日の朝方ブリーダーズカップもありますし、翌日の日曜日の月曜日にはねジャパンブリーダーズカップもあるのでね、面白いです。目白押しなんじゃないかなと思ってますけども、ここはねアルゼンチン共和国会ファンタジーステークスじゃなくて宮古ステークスか、ごめんなさい、を、しっかり、皆さんにね馬券の参考になるように、動画を作っていきたいと思います。なんか2回目になっちゃいましたよね今言ったことが。まあそんな感じでアルゼンチン共和国会なんですけども、まあ、ね、ババがどうなのかなと思ってるんですけど、もしかしたらそこまで回復しないのかな、思う、まあ、よくてやや思うぐらいになるのかなと思うんです。まあ両ババっていうのはちょっと期待できないのかなと思ってるので、まあその辺のね馬場適正のある馬をちょっと、狙っていければいいなと思ってまして、私今回本命をさせていただきました。はい、7枠14番のセレシオンにさせていただいております。セレシオンです。結構人気になってるのかな、土曜日で2番人気になってるんですけども、まあそうですね、まあ、人気割れてるっちゃ割れてるんですよね。だからここから買っても結構馬券的には美味しいのかなと思って、このままさせていただきました。で、まあ一応常に追い込んでくるね、まあで、まあ、僅差の競馬を、ずっとさ今年相手しているので、ここに入ってもね、そんなにね、悪い競馬しないんじゃないかなと思っております。まあ、前走の新潟記念に関してはね佐藤有利の馬場なんですけども、この馬に関しては内から伸びてきて、まあ、勝ち馬とはねタイム差なしだったので、ここはね勝ちに等しい2着じゃないかなと思っております。で、2走前なんですけども、2走前は関越ステークスかな、外有利で、まあ、しっかり伸びたんですけども、まあ位置取りが悪くてねほぼ最高峰の位置からの追い込みになったので、まあ結果は3着になったんですけども、結果は2着だったんですけども、まあ評価下げる内容ではないのかなと思っております。で、3走前なんですけども、こちらがですね、ごめんなさい、2走前は3着か、ですね、まあ、3勝クラスを1着で勝ったんですけども、まあ、外有利の馬場でしっかり伸びて1着で、まあ、上がりが最速になってまして、まあ、レース全体の上がりよりも、ね、0.6 秒早い上がりで勝ってますので、まあね、実力は、まあ実力とか評価してもいい内容だったんじゃないかなと思っております。で、まあ、このままね、そんなにね、着外になったのも2回ぐらいで、確かプリンシパルステークスと菊花賞だけかな、なので、まあここに入ってもね、このメンバーであれば3着以内っていうのはね、まあ硬いんじゃないかなと思っております。あとは、ね、距離もね2200までは走って勝っているので、あと残り 300m がちょっとどうなるか分からないですけども、まあ、2200まで対応してるんだったらね、悪くはないかなと思っております。で、まあ、あと次はねババアカも問題なしとは書いてるんですけど、まだ一応まあ重ババでね、2着には来ているので、まあ
悪くはないんじゃないかなとは思っております。まあ皆さんね、多分この出てくる馬全部が、まあ未知なところもあると思うので、やっぱねこの馬で馬場的して、あとはね、なるべく外を通った方がいいのかなとは思うので、ここの辺の枠がいいのかなとは思っております。まあ最後もね、やっぱ内より外って書いてるんですけども、やっぱり外枠の方がちょっといいのかなと思って、一応このまま褒めさせていただきました。で、買い目なんですけども、まあこんな感じで買っております。中をお勧めさせていただきます。14からね、まず1枠1番のミクソロジーと、2枠の4番クロミナンスにさせていただいております。まあ外がいいと言いながらね、相手を内にしてるんですけども、まあこれもね、ババテキテのさ、ババテキテで、まあ、このままいいかなと思っております。あとはね、抑えで、2枠3番の早やっこ、と4枠8番のラーグルフと、5枠の9番の大勢フェアリー、8枠16番の湘南バシットにさせていただいております。で、マイネルウィルドスはね、ちょっと、軽視させていただきました。はい、であと宮古ステークスなんですけども、こちらは、一応ねミッキーヌチバチにさせていただきました。あ、これはヌチバナだ、ミッキーヌチバナにさせていただきました。まあこの馬もね、まあちょっとは多分明日不良ババから主になると思うんですけども、そういう時ってね、内枠が有利になる傾向があると思うので、まあこの馬もね、うちからね、直線伸びてきてくれればいいなと思って、このままお勧めさせていただいております。まあこんな感じで、今回はねささっと言わさせていただきました。7枠10番のセレシオンがアルゼンチン共和国杯で、宮古ステークスは、3枠4番のミッキーの千葉にさせていただきました。まあこんな感じでね、僕は競馬に関することをメインで動画を上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思って動画を作っております。で、皆さんの馬券の参考に少しでもなればいいなと思ってますので、また、日曜日、実践編の動画、ただ明日仕事なのでね、多分紙馬券はもうこの時点で買いには行ってないので、多分携帯でちょっと買うとは思うんですけども、まあ、実践編の動画また上がると思いますので、そちらも見ていただければいいなと思っております。はい、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴の方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね。